しみてるんで、それについては明日の楽しみながら。おまけうまくないんですけど、いや、ヒフスのところドンドットットドンドットットがみんなの心にドンドットットがドンドットかドンドットットかドンドットットかわかんないけど、小田先生のイメージとかもなんかあったりしかしたみたいな、ディスカッションしてブレインストーミングして、この曲この音やーって言ってやって、それに合わせて一応作っていこうかなと準備してるんですけど、田中真由美さんは演技じゃなくてもうルフィになってるから解放されたってところがあるので、もう物理とか世の中の法則から解放されるみたいな話になってきてしまうので、思いっきりこうリミット外して演技してもらいたいなみたいな。おはようございます。おはようございます。今日の担当ディレクターの長峰です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ちょっと一回テスト、はい、よろしくお願いします。はい。今得意だよね。得意の最高。すごい楽しくなってきました。今の感じで、すいません、はい、293の最高地点だをちょっと粘ってもらっていいですかね。最高地点だ。はい。覇気を出すので、うん、まあ、それをこう放出する喜びっていうか、ちょっと笑いをいただければ、うん、いつもの感じじゃなくて、ギアフィフスバージョンのギアサードっていうんですかね、この辺とかはもうカートゥーンの感じにしちゃおうかなと思うので、はい、出てるメンターも手でこうギュッてやるんですけど、うん、勢いがありすぎて自分の頭を突き抜けちゃうみたいな、地面にボロブレスを受けて、そしたらその地面がゴムなんですよ。もう意味が分かんなくてすいません、ゴムなんです。やってみます。すいません、よろしくお願いします、はい。漫画のニュアンスでこうやってるんだけど、なんかそこからなんか夢が広がりすぎて。広がりすぎて。アニメーターがノリノリだからね。おお、ねえ、すごいですね。すごい、ありがたいことで。とにかくなんかギアフィフスをやりたくて世界中から集まってきちゃってる。一日の打ち合わせで4画を使うっていう。みんなワンピース好きすぎる。ルフィの最高地点、到達、ギアフィフス、いただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。すごい良かったです。フィフスゾーン入ったね、もうね。うん、ゾーン入ったですが、うん。笑うの大変だなと思って、ちょっと笑いを抑えめにしたんですけど、田中真由美さんが全然素晴らしいこうギアフィフスの笑いを、あの根底の想定よりも入れてもらって、すごい良いものができました。ありがとうございます。